さわやか、千葉県民プラザは、千葉県柏市柏の葉にある複合施設。千葉県教育委員会が運営し、生涯学習センターと芸術文化センターの機能を持つ。正面入り口柏の葉公園に隣接し、千葉県民の生涯学習の推進を図るための、生涯学習センター機能と、参加型芸術文化活動の推進を図るための芸術文化センター機能に加え、 男女共同三角社会の推進を図るための千葉県民共生センター、東葛飾センター機能を持ち、様々な用途に利用されている。地上4階、地下1階の建築物で宿泊施設としての機能も持ち合わせている。1階にあり、収容定員は固定席473席、車椅子席2席と親子ブースである。 館内1996年11月15日に、生涯学習センター、女性センター、芸術文化センターからなる複合施設として、現代のアゴラを目指して開館した。建物は、丘設計の設計、東急建設、大本組、池田匠立ての施行で、同年の6月6日に完成した。2006年4月1日に設置根拠であった、千葉県爽やか、 千葉県民プラザ設置管理条例が廃止され、教育機関設置条例の中に新たに、爽やか千葉県民プラザの設置、運営に関する規定が盛り込まれた。2009年1月11日に利用者数が500万人を、2011年7月12日に600万人を達成した。来場600万人目の人には、 生涯学習のマスコット学びと千葉県のマスコット、千葉くんの人形が贈呈された。ありがとうございます。